はい、どうも、マガです。今日は、国道161号線ですね。滋賀の方から福井に抜ける、県境ですね。こちらの方を走ってみたいと思います。で、今日は昼間で天気もいいので走ってるんですけれども、僕は普段は雨の日と夜っていうのは極力通りません。避けますね。あの手前に国道303号線っていうね、あの道があって、8号線なんて言ったらいいんだろう、木之本の方ですかね、抜ける道の方が広くて全然走りやすいの で、道もこんな感じなので、まあ、もうちょっと狭くなったりするんですけど、雨の日と夜は結構見にくいのと、大型車はね、雨の日みんな見にくいんで、センターに寄り気味で走ってきたらすごい怖いので、ここは、昼間限定で走ってる道になります。まあちょっと前ぐらいね、どれぐらい前だちょっと忘れちゃったんですけど、あれ雨の日だったかな、忘れてましたけど、夜ね、ここの道で対向車の大型がセンターはみ出してきてミラー吹っ飛ばされてるんで、それ以来ね、ちょっと走らなくなりましたね、夜と雨の日は。ね、どっか動画もしかして残ってたら、その時の映像を貼っときます。なかったら、ごめんなさい。で、まあ、もし流れてたら結構衝撃シーンなので、ご注意ください。はい、ということでね、ここがね、この道の一番狭いところになるのかな。まあ、今ちょっと広くなったんですけど、ここ歩道がね、あるので、今日車は来なかったんでよかったんですけど、タイヤ擦りまくった跡があるぐらい、大型同士だと結構嫌な道になります。で、あと、今日はね、何トンぐらいだ ?8 トンぐらいの荷物積んでるんですけれども、上りが結構きついところがあって、約10トン近く積んでると、上れないので、スピードが出なくなっちゃうので、この辺はね、割と、ですね。まあ、ここの先のカーブが、結構きついんですけれども、まあ、こっち側はね、上りなので、まあ、若干減速して曲がってあげれば、特に、まあ、上りの方がね、やっぱり走りやすいので、下りはスピード出てくんで、注意必要なんですけれども、まあ、福井側から、滋賀に抜ける方の道はまた、後日ね、撮れるときに撮りたいと思います。またこっち側と逆側で走り方が全然変わってくるので。いや、今日はね、天気がいいですね。これもね、道が広くなったんですよね。天気がいいですね。なんかね、毎回僕が動画を撮ると、撮ってる前の日とか台風が来るっていう、なんでなんだろうね。そうですね、ここがね一番上りがきついですね。僕今ベタ踏みですけどね、40キロぐらいしか出ないですね。どん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 速度が落ちていくっていう、ね、面白い地名で、ね、ちょうど県境の名前が国境っていう、
居酒屋、パッと見た目国境っていう字を書くんですけど、ちょっと変わった名前です。でちょうどここから、滋賀県終わって福井県入ったとこですね。冬なんかは、まあ、結構雪が降るんですけれども、見えるかな、あ、見えないか。右側ね、ここあの融雪装置って言って、もう冬になると大量の水が出まくっているところなので、あんまりね、多分車には良くないのかなっていう量の水が噴き出してます。なんでもしかしたら乗用車で走る人いれば、ちょっとハンドルがもしかしたら取られるかもしれないですね。トラックだとね、そんなに気にはならないんですけど、乗用車だとちょっと怖いかもしれないです。で、最近ね、ここずっと工事してて、これは多分ダメだな。こっちからね、一応下りになりますね。今登ったので福井方面に向けて山を下るっていう感じになってます。行けるかな。怖いんですよね、こうカーブでいきなり止まってたりするんでね、車が。ダメですね、止まってくださいって思いました。こういう時はハザード出して止まりましょう。後ろの車にね、ずっとつなげないようにね。で、止まる時も若干停止線よりかなり手前に僕は止まります。なんでかっていうと、車が車なので、手前すぎるとね、曲がるときにキュッてハンドル切ると、後ろがこの左の看板に当たったら嫌なので、ゆっくりこう大きく回れるように手前で結構止まりますね。いわゆる、オーバーハングってやつですね。まあ多分当たんないんですけど、なんか、嫌だなと。さあ、ここから下りでカーブが続くんですが、一応ね、この制限速度は50キロですね。個人的にはこれ、乗車はいけんのかな、ね、この先のカーブとか結構きついんで、正直50キロだとね、回れない気がしますね。いつも35キロぐらいまで落とすんですけど、 S 字結構ねあれですね。これね、僕と同じ車乗ってる人だったら分かると思うんですけど、昨日だけなのかな、ちょっと他の車分かんないですけど、僕の車ね、これピラーが邪魔で、右ちょうどあそこの右カーブの時の車の来るのを見たいところをピラーと被っちゃって見えないんですよね。わおちゃん、なんかトレーラーは大回りしなきゃいけない、ちょっと怖いです、ドキッとします。で、ここトレーラーすごい多いんですよ。敦賀の方に港があるので、結構北海道からね、コン
テナがやってきたりする荷物を引き取ったトレーラーが関西方面に向けて走ってる道でもあるので、時間帯によっては本当トレーラーが、まあ、後ろにもね今トレーラーいますけど、多分何も積んでないんでしょうね。めちゃくちゃ早いです。みたいなのができてて、ちょうどここですね。こう乗用車だったらいいんですけど、大型同士だと結構怖いですね。狭いんで、狭く感じ、狭いと思うんだよね多分。ここさえ抜けちゃえば、あとはしばらくこういう道が続いて、個人的にはもう一箇所だけあまり好きじゃないポイントがあるんですけれども、なんかね個人的にはねちょっと走りづらい道、ここですね。ここね、昔ポールが立ってたんですよね。今誰か多分引っ掛けて飛ばしちゃってないんですけれども、なんかちょうどあそこであのトラックとすれ違う時ってなんか嫌な感じします。これなんて言ったらいいんだろう。本当にね、多分走った人しか分かんないと思うんですけど、気持ち狭く感じるんですよね。今回ね、全然対向車が来ないので走りやすいんですけど、夕方とかはね、ほんと夜、夕方から夜にかけてはね、ほんとね、トラックばっかりなんで、乗用車で夜走ると怖いかもしれないですね。あ、ここもね、今なんか北陸新幹線が通るのかな、なんか工事してますね。このままね、あの敦賀の8号線に合流するんですけど、一応まあこういうところもある程度減速しておけば、あとこの道はね、まあ、どこの峠行っても僕行ってるんですけど、乗用車あとまあ下手したらトラックも含めてセンターを割りながら走ってくる車がね非常に多いので、本当に気をつけてください。避けようがないんでね、道が細いんで。あ
あとこっち方面、ここですね。ここもなんかガードレールがやたらと内側に、なぜか寄ってきてて、すごいトラック来たら嫌な気分になります。なんかね、何なんだろう。すごい狭く感じます。ポールとかあると、すごい狭く感じますよね、ガードレールとかね。これだけなのかな？わからないですけどね。はい、ということで、ここから8号線になりますね。はい、ということで、今回の動画はここまで。ね、よかったら高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローの方よろしくお願いします。ということでね、また時間あったら反対側もね、撮りたいと思ってますので、よろしくお願いします。そんなわけで、マガでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。